はい、玉那覇直哉のパイロットになろう始まりました。この番組は毎週木曜午前11時 FM 宜野湾と毎週火曜午後7時に FM 宮古にて放送しています。飛行機のパイロットになるための情報をお届けする番組です。先週は私の友人のニックさんに、ゲストに来ていただきました。たくさんお話を聞きました。アメリカのパイロット上に本当にびっくりしましたね。聞き逃した方はぜひ YouTube からご覧ください。先週放送された1月23日放送分は全編英語版でお届けしていましたので、英語の勉強になるかもしれません。ぜひチャレンジしてみてください。今月から下島訓練センターでの訓練も開始しています。今後は現地訓練生をゲストとしてお話していただく企画も用意しております。お楽しみに。今放送している時間は下島訓練センターでの教官業務に従事しているため、事前に今回も収録放送という形でお届けしたいと思います。今日はこれまでのたくさん質問があった中からそれらにお答えする形でお話ししたいと思います。それでは皆さん、これから1時間ほどお付き合いください。はい、今日もまなみさん、いろいろよろしくお願いします。本当たくさん質問があってですね、それ一つ一つ、私の言葉で話をしてでお答えしたいと思います。順番は本当バラバラなんですけども、たくさんあるので全部できるかどうかわかんないんですが、早口にもならないように気をつけていきたいと思います。よろしくお願いします。これ一つの質問で、例えば入学するにあたり何か試験でもあるんでしょうかっていう質問がありました。はい、おそらく皆さんパイロット訓練なので、ものすごく厳しい試験があるんだろうというふうに、思っていらっしゃる方も多いと思うんですけども、はい、試験はあります。ただ、はい、皆さんが思っていらっしゃる例えば、航空学校とか航空会社とか、そういったいわゆる我々でいうとエリートの方々のですね、はい、入社試験というのかな、厳しいんですよ。はい、私も実はもう本当に28年ぐらいのかな前に、国内の航空会社2社受けたんですけれども、はい、1社は1時で落ちましたね。1時が学科試験だったんですね。ちなみに何時まであるんですか？6時までありました。あ、そうなんですか。はい、その時は今どうでしょうね。その時は学科試験の1時で落ちて、はい、で別の会社は1時の学科試験を通って、はい、2時の心理検査を、はい、心理テストっていうんですかね、はい、あれも通って3時まで進んだんですよ。はい、3時に進んで航空身体検査と、面接があって、はい、落ちましたね。あ、そこがちょっと超えられなくて。もちろんそこはおそらく大体数字で言うと倍率100倍ぐらいって言われたので、はい、100名受けて最終的に採用されるのが1人みたいな、はい、いう状況があって、で私はそこで日本の国内の航空会社を諦めてアメリカに行ったんですけども、はい、今でもおそらく大手の航空会社っていうのはそういう厳しい、試験っていうのは何度も試験を、まあ、この通り抜けて、はい、あると思います。なので、学力も高くないといけない、精神的心理的に持ちついに寝てないといけない、当然英語もできないといけない、で体も丈夫でないといけない、はい、で面接も人として見られるわけですから、はい、であと操縦適性だとか、多分その次に操縦適性があったと思うんですよ、はい、おそらく。でその後もう一回面接とか、うん、もうすごいハードルをクリアしなくちゃいけないんですが、一方じゃあ、我々の訓練っていうのは基本的には全員アメリカに行ってもらいます。うん、ので、はい、我々というよりもどちらかというとアメリカ側の要望にお答えするというか、はい、ここで何もしないでアメリカに送って、はい、いやいやそんな人送ってもらってもって言われたら困るので、はい、向こうが要求する試験をしています。あ、このアメリカから、まあ、必要とされている、はい、まあ、例えばそういうのを極める試験で、そうなんですよ。でそれ何かというと、はい、一番最初は、基本的にはですね、年齢なんですね。おまあ一番最初の応募基準がアメリカ国内での、まあ、例えば飛行学校とか、はい、大学っていうのがあるので、はい、まあ、17歳以上プロになるんだったらですよ、はい、あくまでもプロです、はい、アマチュアであれば全然そんな要求はないんですね。プロになるんであれば、じゃあ18歳以上であることみたいな、まあ、そこからスタートなんですよ。うん、まあ、大体その辺はほとんどの方がクリアされてるじゃないですか。はい、うん、その次は英語力っていうのを確認するんですけども、うん、これ実際アメリカの
航空会社、飛行学校のチーフパイロットの方とスカイプで面接をします、はい、そこで英語力を測定されます、うん、そこで OK なのかできないのかっていうところで、はい、合否が決まるんですね、うん、アメリカの受け入れ先は、はい、実はそれだけなんですよ、アメリカ側は、はい、で要望として要望でも、そうです、はい、でその後あの大学にも進むので、そうなると今度は大学としての要件があるんですね、はい、それは年齢はもちろんそうですけども、はい、18歳以上であること、はい、高校を卒業していること、はい、そして高校の卒業、高校の在学中の何て言うんですか成績、はい、がアメリカの基準値、定められた基準以上であること、はい、っていうのがアメリカで求められるので、はい、その要件を確認した上でアメリカに行ってもらうというのが我々の入学試験なんですね、はい、ただそれだけじゃ、それだけだとやはりあの実際アメリカ行くと、はい、いくら英語ができるアメリカ人とか、まあ、外国人もそうですけども、みんながみんなすんなり行くわけじゃないので、はい、当然個人差があるじゃないですか、うん、そうですね、なのでそのためにも、我々の方ではフライトチェックをシミュレーターでします。お、実際にシミュレーターで飛んでもらって、はい、乗ってもらって、まなみさんやりましたよね、はい、やりましたこの間墜落しましただった あれもじゃあやってもらうってことですか。そうです、そうです。でも、まあ、もちろん経験もない、まあ、私が前やったみたいな感じの、はい、全く経験のない人が、はい、まあ、ああやってシミュレーターをやってみて、そうです、それを見ます。はい、ただこの間まなみさんにやっていただいたのは本当にお遊びなんですね、はいはい、なのでもちろん墜落もするじゃないですか、はい、ああいうことではないんですね。あの我々が見るポイントっていうのが、はい、まあ、操縦するときにどれだけ硬くなってるのか硬くなってないのかとか、で操縦しながら、はい、そばで話してる私の話が聞き出るかとか、うん、要はいろんなことを同時にしなくちゃいけないので、はい、うん、その能力がどのぐらいあるかどうか、能力あるないというよりもその能力が、あの高いのか普通なのか低いのか、その能力のレベルみたいな。そうなんです、はい、でじゃあそれが低いからといってダメではないんですね、はい、でそれは訓練でどうにかなるので、じゃあそういう場合には、訓練が若干長引く可能性もあるので、じゃあそのためにはどうしたらいいかっていうアドバイスをします。はあ、うん、で操縦に関しては基本的には年齢が若ければみんなうまいです。お、はい、年齢いけばいくほどやっぱりなかなか習得しにくいっていうのがあるので、うん、それは前提として置いた上で、じゃあ今その人ができるレベルっていうのがあるわけですよ、はい、そっからじゃあ別のことをやるときにどのぐらいその技術が向上するかっていうものを見ます。はい、おー、そこ、だからある程度できる、これをやってねってす、はい、できるじゃないですか、はい、じゃあ今度これをやってみてさらに負荷をつけるんですね、はい、うん、その時にそれができるかどうかっていうのを見ます、はい、できる人であれば、はい、できない人であればじゃあそれがどのぐらい今の状態からできるのかっていう、はい、その差を見ます、はい、じゃあそこでちょっともうできない感じがちょっと大きくても、うん、まあ、そのできる方法というか、あ、そうです、そうです、やればじゃあ大丈夫なのかなっていうところを見てって感じです。はい、それはだからどっちかというと合否というよりも、はい、その方の適性を見た段階で、はい、もう事前に始まる前にこのぐらいの時間がかかりますよ、うん、時間をかけてやりましょうというアドバイスをします、うん、はい、でそれを知らないでアメリカ行くと知らないじゃないですか、はい、うん、はい、そう現地で、はい、周りを見るとどんどん進んでいく人もいるし、うん、もちろん自分よりできない人もいるんでしょうけども、うん、最初の計画とはいかん、計画通りにいかない、はい、時間がかかってしまう、うん、滞在費もかかる、飛行時間も増える、予算がオーバーする、うん、あ、もうできなくなっちゃった、うん、やめようっていうふうになるケースが多いので、それは悲惨ですよね、はい、なので前もってそういう状況にならないように、うん、じゃあ事前どういう準備をしていた方がいいのかなっていう話をします、うん、まあ、その中で現実的にじゃあ事前準備として何ができるねっていうところで、はい、数字を出して予算を作ってこれでできるのかできないのか、うん、っていうのをお話をさせていただくのが我々の一番最初のテストですね、はい、だからアメリカではまあ試験はあるっちゃあるんですけど、うん、ないみたいなもんじゃないですかね実際それ私がアメリカ滞在中に聞いたんですけども、はいはい、有名なアメリカン航空ですよ、はい、アメリカン航空が自社養成パイロットを募集でも数年前から始めてるんですね、はい、で募集対象先は高校生で18歳以上、はい、で第一次応募が確か
確か電話の面接なんですよね。あ、電話。電話の面接。英語が喋れるか。あ、いや、英語のやり取りを。英語のやり取り。ための見るためというか。そうです。はい、もちろんアメリカ人の高校生なんで英語喋れるじゃないですか。そうですね。まあ、英語はまあ大前提ですけども、はい、どのぐらいコミュニケーション能力があるか。うん、やっぱりコミュニケーションが一番大切なんですよね。はい、一人で飛ぶわけじゃないので、そこをまず見られて、それが OK であれば、その次身体検査に行ってもらって、あ、すみません、身体検査もありました。はい、そうそうそう、身体検査って言ってパイロットとして適合する基準、はい、基準があるんですけども、はい、そこに適合するかどうかっていうのを見るための試験があるんですね。はい、でそれは我々もすみません、さっき言い忘れてましたけど、アメリカ行く前に一番最初に見てもらいます。はい、やりたいって言った人に対してはまず受けてみてって言って確認をしてじゃないともったいないじゃないですか。はい、アメリカ行って実際フライトしたら、ね、いや身体どこどこに問題があるか飛べないよって言われたら、そこが引っかかっちゃってみたいな。なのでさっき話戻しますけど、はい、アメリカン航空の場合には電話で本人を確認して、はい、まず本人っていうことを確認するわけですよ。はい、最近セキュリティの問題でいろいろ大変じゃないですか。本人であることを確認する、はい、顔見ながら話をする、はい、そしたらじゃあ身体検査行って体調べてきてねって言って、はい、でそれが OK になったら、うん、今度は実際に会っての面接らしいんですね。はい、それだけ。あ、この3つ。面接して OK だったら、はい、はい、合格って。ただ合格って言っても、はい、訓練費は自己負担だよって言うんですよ。1000万近い訓練費を自分で負担してね、はい、ただこれ終わったら我々が採用するよっていう、あ、それがアメリカの幸せ。まあ、もう保証されてるというか。そうですそうですそうです、そうです。その代わりそれまでのこの訓練の期間頑張ってねみたいな感じですか。そうですそうです、はい、だからその中で、先週先々週ニックが来た時に話をしてたのは、はいはい、それは当然お金もかかることなんだけど、じゃあ免許を取った後飛行教官として仕事をする間も、はい、ある程度時間が来たらもう航空会社からお金がもらえるって言ってたじゃないですか。はい、びっくりしましたよね。はい、もちろんプロなんでお金もらっていいんですけども、はい、そのあくまでもその業務としてもらってるんであって、それが航空会社はもう、1500時間という飛行時間に達する前に声かけて、はい、うちに来いよって言って、うん、毎月の生活費とか訓練費とかっていうのを、はい渡して、はい、絶対うちに来いよみたいな、そんなのがもうすんお互いが進んでるんだ って、はい、すげえなって話をして、ね、ここの場でまずにこの場で話をしたじゃないですか。はい、というのが、まあ、試験ですね。ちょっと長くなりましたけど、はい、まあ、英語の試験、コミュニケーション能力、はい、あとは我々で言うと操縦の適性みたいな試験、はい、あと身体検査、はい、そういう試験がありますというところです。こういう話を聞いてるとそこまでやっぱ難しいことは全くないですよね。ないですね。実際エアバスという航空会社があるじゃないですか。はい、うん、航空会社っていうかあれか飛行機のメーカーか。はい、あそこがですね、独自のフライトスクールを立ち上げたんですよ。はい、もう何年ぐらいになるかな。はい、そこでの応募条件が、はい、4つあって、はい、18歳以上、はい、高校を卒業していること、はい、で英語力がある一点基準があること、はい、で身体検査に合格すること。この4つが合格すれば応募できるんですよ。はい、全世界から応募できるんですよ。お、全世界から毎回10名弱ぐらい、うんうんうん、なのでめちゃめちゃ厳しいんですけど、でもこの4つが世界基準、はい、うんうん、なので高校生に言ってるのは勉強してこの4つクリアしたらエアバス行っちゃいなよ、うんうんうん、でも向こう、まあ、日本人としたら英語を頑張れば、そうですよ、あとはまあこういう体調とかもまあ、はいはい、丈夫な限り全然問題ないですよね。はい、だから私 の、はい、その留学説明会にもこのエアバスの情報はあげるんですね。はい、ぜひ皆さんチャレンジしてくださいと。はい、でこれはめちゃめちゃ有利じゃないですか。うん、まあ、そういう形で、はい、試験というのかな、うん、いうのがあります。はい、いうのでぜひチャレンジしていただきたいなっていうのがまず最初の質問ですね。はい、そして次、そうですね、今社会人ですが何から始めて何を準備すればいいんですか。うん、ほとんどの方が社会人、まあ学生さんもいますけどね、社会人なので仕事はまず辞めないでください。資金調達です。そうですそうです。いや実はいるんですよ。はい、まあ私自身そうだったんですよ。昔飛行機やりたいって言って前の仕事を辞めて、はい、チャレンジしたっていう
いきさつがあるんですけども、はい、自分のこと一旦棚に置いといて、はい、教える側に回った時に相談を受けるじゃないですか、はい、社会人なんですけども何から始めた方がいいんですか、はい、一番いいのはまず今の仕事は続けて、しっかりその資金を準備しておいてくださいということがまず一番なんですね、はい、でその資金を貯めながらやれることっていうのがありますと。でちなみにさっき冒頭から喋ってるようにその英語という問題でどのぐらいできますかっていう話がした時に、まあ、ほとんどの方はやっぱりそこまで流暢に喋れないと、うん、まあ、好きですっていう人もいれば、まあ、極端に苦手ですっていう人もいるんですね、うん、その時にはであれば今の仕事を続けながら英語の勉強をしてくださいと、はい、うん、それいろんな方法がありますと。もう、もうそれこそ英語スクールなんて巷にいっぱいあるじゃないですか、うん、はい、なので英語をまず頑張ってくださいということと、まあ、資金をどうにか貯めてくださいということからまずスタートします。で、まあ、たまにはいや英語はもうそこそこできるんですっていうんであれば、はい、準備をしておきましょうと。皆さん自宅で準備ができるんですよと。今の時代ってもう携帯からもうネット環境すごいじゃないですか、はい、もういろんな教材があるので我々はその教材を使って授業をしてますっていうのと、あとは我々は下地で常時訓練をしているので、はい、その下地までの訓練の様子がオンラインで見れるんですね、うん、でそういうのも見ながら、事前に準備をしておきましょう、うん、つまり今皆さんがいる自宅で、はい、まあ、その地域でお仕事をしながら、うん、英語を勉強しながら、知識を身につけながらという準備はできますよっていうお話はしてます、うん、なので、社会人であれば仕事を続けて、英語を頑張って、で航空教材で、航空教材ってちなみに全部英語なので、はい、教材も喋、はい、ってる先生方も、うん、そういった中で今も自宅にいてプチ留学してるのもんですよね、はい、そういうのからやったらどうですかっていうお話を、しております、はいはい、社会人でも、はい、ちなみにこの間来たニック、はい、もちろん社会人ですよ、うん、だって彼は47から始めて、うん、それまで普通の社会人ですからね、はい、その彼が一年本気して、うん、俺はパイロットになるんだって言って今まあこうやって訓練をしてると、はい、うん、で彼そんな期間なんで待ったのったら、はい、お金貯めてたってました。わあすごい。英語は喋れるじゃないですか、うん、でただもちろん家庭があるし、はい、家族もいるので、うん、そうですよね、うん、やっぱりお金を貯めるの大変だったんですけども、うん、そんなこと話していいのか分かんないけど本人には、はい、お金を準備したんだって。お金を貯めてたんですね、うん、はい、まあ、全部の期間そうではないと思うんですけど、いろんな事情があったと思うんですが、でもそれも一つの理由って言ってましたね。はい、はい、じゃあ他の質問、次の質問いきますね、はい、あそうこれこれね、TSA って言葉聞いたことないですか。例えば、はい、スーツケース買うときに、はい、TSA ロック、あ、はい、見たことあります、ありますよね、はい、あれ TSA ってトランスポートセキュリティアドミニストレーションって言って、アメリカの国に入るときに、はい、テロの防止のためにスーツケース開けられるんですよね、はい、うん、開けられるんですよね、開けられる、あ、向こうの人に勝手に開けられるんですよ、で仮に TSA の、はい、ロックではないスーツケースだったら、はい、どうするかな、カッカッて開けられる、壊されたくないので、はい、TSA ロックで彼らが持ってる鍵でカチッて中のスーツケースを開けになってるんです、そうです、開けられてるんです、で開けられるのでその時には紙が入っててチェックしましたって、はい、まあ、要は TSA っていうのはその昔テロがあったじゃないですか、はい、アメリカで、はい、そのテロがあった時に、そのテロリストを排除するというか、うん、特にあの原因って飛行機のパイロットに何か成りすまして訓練を受けてっていうことがあったので、はい、外国人であればパイロットの訓練を受けようとする者はまずテロリストと思えというふうに、まあ極端な話ですよ、そういう目線で我々日本人というかアメリカ人でない人たちはチェックされるわけですよ。なのでアメリカの国内で飛行機の免許というか、まあ操縦訓練を受けたいという人は TSA というところで承認を受けないといけないんですよ。そのステップがややこしいんですっていう、いろいろ聞かれたので、これはちょっと難しくなるんですけども、せっかくなんでこの機会にお話ししたいと思います。まず考え方はこうです。大前提としてアメリカ政府っていうのはアメリカ人以外の人たちはテロリストである可能性が高いと見るわけですよね。なので例えばまなみさんがアメリカに行って、飛行機の訓練を受けたいんですっ
って言った時に申請をするんですよ、はい、その場所に、はい、私は、いついつからいついつまでこういった訓練を受けたいんです、はい、どこどこで受けたいんですって言うわけですよ、場所も言うわけですよ、はい、で場所を言う、そのプロセスが終わると、はい、そこの TSA は、はい、そのどこどこで受けたいっていうまなみさんが指定した場所に確認するんです。こんなことを言ってる人がいるけど本当って、おまずそこから入るわけですよ、疑いにかかるわけですよ。で学校現地にだって、うん、何も決めないといけないようになってるので、はい、もう特定の学校を指定して、はい、ここで訓練を受けたいんです、はい、俺も一緒です、はい、我々で訓練を受けたいんです、はい、っていうと、TSA の方から学校側に、はい、この会こういう方が訓練を受けたいって言ってるんですけども本当ですか、うん、いやこんな人知りませんって言ったら、まなみさんに連絡が来て、はいはい、残念でしたってそこでもう、 もう終わる、閉ざされてしまう。そうなんですよ、それが第一ステップです、はい、でまあそれはじゃあクリアするとするじゃないですか、はい、あはいこの方は確かに我々とも連絡を取ってて、うん、訓練をしたいって言ってる、言ってますよ、うん、って言ったら、はい、今度、その TSA 側からまなみさんに、はい、確認が取れましたと、うん、いうとこれからステップに入っていきますので、はい、ちょっと自分忘れたんですけども、じゃあ、手数料払ってください、うん、クレジットカードでピンと払うわけですよ、はい、確か130ドルぐらいだったかな、まあ、1万5000円、4000円、5000円ぐらい払うわけですよ、はい、で、それが、払われると、はい、はい、確かにお金をいただきました。じゃあその後は、個人確認をしますのでパスポート出してください、はい、前提としてパスポート持ってるじゃないですか、はい、でパスポートをスキャンして送るわけですよ、はい、向こう側は今度はテロリストの情報を確認するわけですよあ、紹介する、紹介するわけですよ、テロリストじゃないですよねでもしその時に引っかかれば当然アウトですよね、残念でした、はい、まあ引っかからないですよね、そうしたら、そのテロリストじゃないですなんて話はしないですよ、はい、ただ向こうからしたらパスポートを受理しました、はい、でパスポートって変な話偽造できるじゃないですか、はい、する人いますよね、だからそれをもう頭にあるので、今度はじゃあそれは受け取ったんだけども、はい、じゃあまなみさん、我々 TSA が、指定した、アメリカ人のとこ行ってあなたの指紋を取らせてください、うん、もうさ、もう、もうとことん疑ってますよね、はい、そうですね、はい、なんか全然信じられてる感じが、いや全然信じてないですから、だってセキュリティの問題があるので、はい、ね、そうするとまなみさんにじゃあその、方は自分で探して、はい、で自分の指紋を提出してくださいって、うん、それは全く知らない人というか、これは TSA が指定した人、うん、例えば日本人であればなんで警察に行けば取れるよとか、はい、向こうはいやいや我々の指定した人にしてください、うーん、警察ダメです、あ、なるほど、学校ダメですって、我々が指定した人だけです、これ世界中にいるんですよ、日本では何名かな、 4,5 名、うん、沖縄にもいます、はい、でその人にのところに行って指紋を、そうなんですよ、うん、はい、でその時には連絡が来て、はい、確認を取りましたので、じゃあ自分でその認定官っていうんですけども、はい、それを探して指紋を提出してくださいって言われたら、まなみさんはその方と連絡を取って、はい、会って、でその方も基本あの TSA のなんていうのかな、働いてる人じゃないですか、はい、なので手順があるわけですよ、はい、パスポート見せてくださいって見るわけですよ、あ、間違いないですねって言って、じゃあ指紋取らせてください、はい、で取るわけですよ、はい、そうするとこの人は公的な機関の代わりとして、はい、この人の指紋ですっていう指紋とパスポートを一致させて、はい、今度 TSA に送るんですよ、そうすると TSA もこの人は信頼されてるじゃないですか、はい、認定したので、うんうん、その人が間違いなく本人を確認して指紋を取った人だから間違いない、はい、でそのプロセスが終わるとおめでとうございます、訓練していいですよって、うーん、すごいこの手順が手順がめんどくさいんです、めんどくさいんです、これは仮にじゃあアメリカ人の方がやるってなったら、まあ、そういうのはアメリカ人は必要ないんです、うん、外国人だから、だからアメリカ人の逆、アメリカ人の場合は逆にアメリカ人を証明しないといけない、つまりパスポートを出さないといけない、はい、アメリカ人っていうアメリカ国籍を持ってるっていうものを出さないといけない、それがあればそのプロセスはないです、
まあ、それアメリカファーストですよね。そうですね外国人大変ですね。外国人大変なんですよ、まあ、あのテロのせいですよ、うんうん、はい、ただそれも全ての訓練が、はい、あのやらなくちゃいけないかではなくて、うん、パイロットの訓練っていろんな訓練があるんですね、はい、もちろん例えばまなみさんがもしやるんであれば、はい、最初に飛行機の免許取りたいんです、うん、全く未経験の人が飛行機を触りたい、それは何らかの思惑があるんだろうって見るじゃないですか。だからそれはもう全員なんですよ。でも例えば仮にもう飛行機の免許持ってる、ただその次のステップとしてプロになりたいんだとか、例えば教官になりたいんだとかっていう人がもし本当にテロリストになりたかったら訓練を受けなくても別に飛べるじゃないですか。持ってるから、うん、だからそういうのは対象外なんですよ。だからそういう意味ではあのどういう資格だったらやらなくちゃいけないっていうのがあるので、まず最初にイニシャルって言うんですけども、最初に何かやりたいときには必ずスクリーニングされます。そのステップが、まあ、めんどくさいではあるんですけども、すべてウェブに公開されてます。あのその TSA というウェブに公開されてます。ので今日はせっかくなんでこの機会でこのステップをちょっと説明して、ちょっと分かりにくかったかな。でもまあこんなのがあるっていうのは知らない人多いんじゃないですか。うん。そうですね、まあそれを、はい、いや確かにテロは嫌じゃないですか、あの巻き込まれたくもないですし、まあ、そういう意味ではアメリカ政府が、きちっと調べるというところですね、はい、では、一旦 CM を挟んでから、後半の説明をいきたいと思います。はい、では後半の質問をまたお話ししていきたいと思います。なぜパイロットが足りないんですかって言われてます、これこの間のニックも話してたと思うんですけども、30年ぐらい前に一気に採用されたパイロットの方々がもうそろそろ辞める年齢に来ているというところが、じゃあコンスタントに採用してないんですね。なん一般の会社って入社期があって4月に採用してっていうイメージがあるんですけども、そのパイロットの業界で足らなかったら採用するみたいな、その都度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 、ただ採用したからすぐ飛べるわけじゃないので結構その辺が難しいんですけども、はい、まあ、簡単に言うと30年前にごそっと入社した人たちがごそっとのける機会にタイミングに来たというのがまず一つで、もう一つはここまで LCC が伸びて、うん、ここまで飛行機運賃が安くなると思わなかったじゃないですか、はい、なので今まで飛行機なんて乗らなかった人たちがバスのように乗り始めた、はい、すごい身近になりましたよね、飛行機が。昔沖縄東京って高かったんじゃないですか、と思います。今結構安いですよね、はい、すごい時はもう多分5000円も下回りますですよね、はい、そういうのが世界中で起こってるっていうのがまずその LCC がどんどん増えてきた、はい、であとは、その東南アジア、まあ、中国東南アジアでのその経済がどん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 活発になって、まあ、それがまあ LCC になったっていうのもあるんですけども、はい、あともう一つの理由が昔ジャンボ機とか大きな飛行機がたくさん飛んだんですけども、なんか最近は主流が中型機っていって120名とか150名ぐらい、飛行機でいうとボーイング737とかエアバス320とか、ああいった中型の飛行機がどん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 増えてきてるんですね。仮に A 地点から B 地点に飛行機が飛んでて、あの何万人ってお客さんを運んでる時に大きな飛行機だったら一気に運べるじゃないですか。この大きな飛行機がなくなって中型機になったらたくさん飛ばさなくちゃいけないんです、はい、そういう意味では大きな飛行機から中型機になったので飛ばす飛行機の数が単純に増やさなくちゃいけなくなった。で飛行機 1機でパイロットの数って会社によって変わるんですけども、10何名とか20何名とかっていうのを採用しなくちゃいけない。なので航空会社が大きな飛行機から小さな飛行機に変えて、パイロットを増やさなくちゃいけないっていういろんな要因がぶわって重なって足りなくなっちゃった。でこれは航空会社で製造メーカーである、ボーイングとかエアバスとかっていうのがもう世界的に有名な会社なんですけども、世界中から発注が来るじゃないですか。でその動向をまとめたのが毎年レポートに出てるんですね。で毎年今後20年間はこうなるだろうっていうのがあるんですけども、それが毎年更新されてますね、増えていってます、うん、なのでぜひあのボーイングパイロットショーテージみたいな、はい、パイロットフォアキャストかな、うん、いうふうに検索するとあの
生のリアルな情報が出てきますので、はい、なぜ足りないのっていうのは今の3つの要因です。はい、はい、あとはですね、なぜアメリカ航空留学か、これはですね、日本の航空会社を目指していた人からの質問だったんですね。はい、私は日本の航空会社、日本の航空を目指しています、はい、で玉川さんのとこってアメリカってなぜアメリカに行くんですかっていうお話があったので、はい、じゃあぜひ我々の説明会来てくださいねってことでお話した内容なんですけども、はい、簡単に言うと、受け入れる市場の大きさが違うというところです。市場がとにかくアメリカの方が大きい。具体的な例を言うと、はい、まず航空会社の数っていうと、日本はいわゆるジェット機を飛ばしている航空会社っていうのは数社ですよね。そうですね。まあ、プロペラ機の会社ももちろんプロパイロットなんですけども、うん、それを入れてでもそんな数十社あるわけじゃないですよね、はい、数えるくらいしかないというところ、うんうん、で一方アメリカっていうのはその大きな会社っていうのは何十ありますし、はい、そのプロペラを含めてちっちゃな航空会社でいると200ぐらいいるって言われてるんですね。なので当然パイロットの数も違うじゃないですか。で日本の場合は、大体プロとして飛んでるのが数千人、6000、7000、1万人いないかもしれません、数千人で。アメリカの場合にはアメリカのパイロットの人口自体が65万人って言われてて、プロパイロットの世界はもう本当に、十何万人とか、エアラインとして航空会社で乗ってる人は15万人かなって言われてますと。まあそういう人たちがいる業界なので採用する枠っていうのも大きいじゃないですか。で当然その航空会社に採用されるためには資格もと経験もないといけないと思うんですけども、例えば日本の中で、今やっぱり日本の国内の航空会社もたくさん人が足りないって言ってるので、もうたくさん募集かけてます。で自社要請も始まってます。で実際のホームページ機はもう募集されてます、はい、でその中で1回でじゃあ何名採用されるかっていう時に、おそらく若干名、うん、もしくは十何名だと思うんですね、はい、で今後年間でだいたい400名ぐらい取っていこう、国としてですよ、はい、日本全体として400名ぐらい必要だよね、うん、今多分ね200名ぐらいしか、供給できてないと思うんですけども、はい、それが実際は400名ぐらい必要だよね、はい、に対してアメリカの場合は、年間、数千人必要だと言われていると。まずそういう市場が違うという、はい、入り口が違うというところがまず一つなんですね、うん、でそこで、そこまで言うと大体人がいやいやでもさって、アメリカって航空会社ってやっぱりアメリカ人優先でしょ、それは事実です、うん、日本もそうですから、日本も日本人を優先に採用雇用するじゃないですか、うん、そうですね、自国の雇用を守るために。なのでその私が言ってるのはその航空会社のパイロットっていうのももちろんそうなんですけども、日本と構造が違う一つとして、エアラインパイロットの一つ下にですね、操縦教官っていう仕事があるんですよ。で日本は操縦教官もちろんいます。ただ操縦教官をしてその次のステップに上がるという構図では日本はないので、なかなかそこの流れが作りにくい。もちろん教官でとどまる方ももちろんいますし、教官でじゃあ何年やったか、もちろん経験があればあるほど今の国内の航空会社で行きやすいと思うんですが、そもそも航空会社に入る人数が、まあ、確かに増えましたけどそこまで多くないので、航空教官の枠もそこまで多くない。でも一方アメリカっていうのはその航空会社に入るための航空教官っていうポジションが用意されていて、逆に言うと航空会社に入るためには飛行時間がないといけない。飛行時間はもうほとんどの方が飛行教官でつけるんですね。あ、はい、だからそのポジションあるわけですよ。でその数っていうのが年間で、年間で2万人足りないんですね。で年間2万人足りない状態がアメリカなんですよ。でそこは日本人外国人どこどこ人一切関係ないですよ、うん、行けちゃうんですよ、うんうん、でそこでお金もらえちゃうんですよ、うんうん、そこの差が大きいんです、はい、この違いがあるので、アメリカに行って免許を取って教官になって経験をつけて、うん、経験つけないことにはどこにも勝負ができないので、はい、免許持ってますよっていう人はいっぱいいるんですよ、はい、
でも免許持ってて自分は何千時間持ってます、うん、となると、はい、ここで応募の段階で差がつくじゃないですか。そうですね、うん、そういうお話をしています。なのでアメリカに行って、免許を取って、プロの免許を取って、教官の免許を取って、はい、教官で仕事をしましょう。もちろんそんな簡単にはなれないですよ、うん、それなりに教官なんで、はい、ただそれなりの訓練は、しっかり組まれてます、うん、なのでそういう形で皆さん夢を実現されて、本当に、1年前までは、訓練生だった人が、1年後には教官として飛び続けて、うん、でそれからさらに 1,2 年飛ぶと、はい、もうちっちゃな旅客機の操縦士として飛んで、うん、そこの会社で今度3年ぐらい飛ぶと、はい、機長になってみたいな、うん、なので若いパイロットたちが若いからといって、はい、経験がないではわけではなく、うん、もう何千時間という経験を持っているのがアメリカの現状なんです、ね、なので前回ニックが来た時にも話してましたよね、まあ、そういう条件がアメリカにあると。でそれはやはりアメリカも当然自国の雇用を守るという意味ではアメリカ人優先なんですが、やっぱり 正当なビザを持っている人であれば就職できちゃうわけですよ。なのでそういう道をルートがあるので、ぜひ皆さんアメリカに行って、免許を取って経験をしましょうという意味でアメリカに行きましょうって話をしてます。はい、そういう意味でアメリカの大学ですね、うん、まあそういう意味ではさっき別の質問でもあったんですけど、なぜ飛行教官なんですかってもそこにつながるので、うん、飛行教官にならないとお金もらえないし、うん、で飛行時間つかないし、うん、これを全部自分で払おうと思ったら相当なお金になるじゃないですか、はい、出費も出ます。そうですよ。飛行時間稼ぐのもやっぱり、うん、必要なんですよ。必要だから、うん、その共感っていうのが一番手っ取り早い、うん、変な話で手っ取り早い、はい、できやすいというか、はい、ただ共感って経験つくんですけど、操縦桿をずっと握ってるわけじゃないんですよ、うん、だって教えなくちゃいけないじゃないですか、はい、で訓練生が操縦しなくちゃいけないですか、はい、なのでそばで隣でちょっと触りますけども、うん、基本口で教えるんですね、うん、こうだよ、あ違うよ、こうだよって、うん、じゃあちょっとデモするねみたいなところで時々しますけど、基本的にはずっとやらないです。やってるわけではない。でも最初教官になりたてって、はい、自分も怖いので自分は操縦できますよ、はい、でも知らない人に操縦されたら怖いんですよ、はい、しかも、はい、うん、乗ったことない人じゃないですか。怖いんですよ。確かに怖いですよね。だから操縦桿ってコックピットの中に2つあるんですけど、はい、ですぐ取っちゃうんですよ教官が、はい、うん、アイハブって言うんですけども、取って、はい、そうすると訓練生からしたらさせろよっていう、うん、練習させろよって思うんですけど、はい、いやいや俺にさせろみたいな。そういうジレンマは最初教官なりたての頃はあります、はいはい、まあ、でも怖いですもんね、やっぱり最初怖いですよ。だから自分も教官の免許を取った後に、はい、自分の最初の教官に言われましたね、はい、怖いぞって今から怖い思いするぞって言われて、そうなんですか、いやそうだよ、お前みたいなバカみたいにいっぱいいるんだからって、俺ですかみたいな。もう今でも覚えてますよ、教官の言葉、はい、日本人の私、日本人教官だったんですけども、はいはい、すごくもうボロカス言われて、愛情のあるボロカスさんに言われたんですけども、はい、うん、やっぱり自分もできないからいろんなことするじゃないですか、はい、でそれを教官がね、こうだって言ってくれて、もう怖い思いもしかしたらさせたかもしれない、まあ、でもその教官もベテランなんで、もうほとんど私に操縦桿に逃げ出してくれたんですけども、ただこういう質問ありました、あでも飛行時間なんですよねってことは、仮にですよ、仮に私が宝くじ当たって、じゃあその1500時間っていう時間を、自分で飛行機買って、もう自分でとにかく飛びまくって1500時間つけたらいいんですか、うん、っていう質問もあったんですよ、うん、それはまあベストではないですねと、もちろん飛行時間なんですけど、というところで、はい、ベストではないです、どうしですかというと、まず航空会社 の人たちが見るのは、最初は副操縦士として入社するわけですよ、うん、で副操縦士って隣に機長がいますよね、その機長さんと副操縦士とでコミュニケーションを取らなくちゃいけませんよね、うん、で飛行機を飛ばしながら人とお話、コミュニケーションが取れるっていう能力が
分からないわけですよ、うん、でも共感をしてると、はい、絶対喋ってるじゃないですか、うんうん、隣にいる人として絶対喋ってますよね、喋、はい、らない共感でいないわけですよ、だから喋ってるの、喋る能力があるっていうのがまず 見られるんですね。でもう一つは、例えば自分の都合で自分の好きな時に飛んで1500時間つけましたっていうと、その人の経験って限られてくるんですよ、はい、でも訓練生と乗ると、うん、いろんな経験させられるんですね、うんうん、怖い思いもするし、はい、うん、で今日訓練生からいろんなこと聞かれるし、はい、それに対して答えないといけない し全部は知らないわけですよ、はい、から共感といえども、うんうん、そうすると分からないこと聞かれたら、はい、分からないんだけどって調べるじゃないですか、はい、というところで本気になって勉強する、うん、という知識とそのいろんな怖さってちょっと語弊ありますけども、いろんな経験をするという、幅が増えるので、航空会社はそういった人たちを取るんですよって説明した後に、例えばこういう事例があります、事例というかこういうことを考えてみてくださいと、例えばもし あなたが、自分の飛行機を持ってて、オーナーでビジネスジェットのオーナーで、でパイロットを採用する立場になりましたと、うんうん、2人のパイロットは履歴書を持ってきましたと、はい、2人とも同じ飛行時間です、はい、でもその中身を見てみると、うん、1人はその先ほどあなたが言った、はい、もう自由気ままに飛んでいる時間、うんうん、片や苦労してきてる時間、うん、どっちの人、あなたはお金を払ってパイロットとして採用しますか、うん、ああって言いますよね、はい、航空会社も一緒ですって、うん、どれだけその方が経験を持ってるかっていうところを見て採用するです、うん、なのでぜひ公共会になって、うん、経験をつけてくださいというお話をすると大体の方が分かっていただけます、うんうん、もちろん先ほども言いましたけど、なるのは大変ですけども、はい、でもなれないわけではないというところですね、うん、でその時に、はい、飛行協会ってプロなんですかって言われて、はい、ちょっとショックと思ったんだけど、なんかプロパイロットのイメージってどっちかというと航空会社のジェット機のパイロットみたいなイメージがあるじゃないですか、ではなくてお金をもらえばプロなので、プロフェッショナルなので、飛行教官もボランティアではないです、ちゃんとしっかりお金をもらいます。でもちろんエアラインに比べると給料は安いんですけども、でもやっぱり需要が今すごいので単価上がってきてるんですよ。昔なんかあれですよ、飛行教官でフルタイムやっても年収で130万50万ぐらい、時給単価めちゃめちゃ安かったんですよ。でも今じゃ本当に時給単価が上がって年収ベースで言っても400万500万600万とか、高い人なんかは本当に800万とかいます。若い方でも本当に400万くらいは稼ぎますよね。なので生活はできるじゃないですか、うん、そうですね、うんうん、そういう意味ではプロなんです、はい、はい、という質問がありましたね、はい、あとは、我々の訓練がその、はい、試験のための準備をしますっていう時に、はい、試験ってどんなのがあるんですかって聞かれるんですよ、はい、パイロットになるための訓練はまあまあ分かりました、はい、試験ってどんなことをするんですかっていう時に、車の免許と一緒って考えてもらったらいいですね。まず学科試験あるじゃないですか、はい、で学科合格すると今度は実地試験、はい、基本この2つです、はい、学科試験を通って、はい、で実地試験、はい、でも飛行機の実地試験って2種類あるんですよ、はい、最初に試験官と1対1で話をして、はい、その知識を確認します、うん、前提が学科試験合格じゃないですか、はい、学科試験って日本の自動車学校って学科試験は選択式ですか、 ABC とか123とか、はい、記述じゃないですよね。記述ではない問題があって、はい、答えは ABC ですよね、はい、それと同じでアメリカも同じなんですよ、はい、多分日本もそうだと思うんですけども、選択式なんですね。なのでその問題集ってもう出回ってるので、うん、基本、はい、覚えりゃ合格なんです、うん、あまあそうです、丸暗記しときゃ覚えられるんですよ、はい、ところがですね、問題集が、数百問あって、はい、その中で大体9割ぐらい出るんですよ、はい、だからこの問題を
完璧に押さえとけば、うん、まあ合格はできるんですよ、うん、70点以上から合格なので。あー結構70ですよ、はい、低め、はい、70点以上が合格、はい、で合格ってすぐその場で出るんですよ、はい、コンピューターでプリントアウトされて、はい、あなたの点数は、75点ですとか80点ですって出るわけですよ、はい、でその時に下に書いてるのが、はい、間違えたエリアはあなたの場合これこれこれですって出るんですよ。間違った問題はこれじゃなくて、はい、いわゆるエリア、航空法とか気象とか、はいね、そういう傾向的なものを、あなたはこういう傾向がありますと、ここが間違えまして、はい、なのでここはしっかりインストラクターと勉強しててねって書いてるんですよ。でこれ書いてるので、はいはい、もらうじゃないですか、はい、でそれを教官と確認をして、うんうんうん、実地試験に備えるわけですよ、はい、うん、で実地試験の時はこの紙を持って試験官に出すんですね、はい、で試験官はこれを見た時にあこの人ここが弱いんだって思うわけですよ。でここから聞くんですよ。なんかすごいなんですよ、はい、なのでそれは勉強しておかないと難しいじゃないですか。です、ね、例えば、ま、変な話丸暗記したら、はい、ここで落とされるわけですよ、うんうんうん、ここの段階で、はい、合格なんだけど実試験で、ね、このエリアちょっと聞いていいとかって、はい、ここだよねとかって言うと、はい、仮にそこでダメだったら不合格って、はい、でもっとひどいのは、はい、ある事例なんですけども、はい、英語力がそもそも話さないといけないので、はい、じゃあ試験を開始するときにこう日常会話するじゃないですか、はい、あれあなたの英語ってちょっと厳しいかもって言ったら落とされるんですよ。で試験官は航空局から認定を受けて試験をしてるので航空局の航空局長の代わりに権限をもらって試験をしてるんですね。なのでその時の項目として通達が来て英語力を確認しなさい、できなかったら不合格にしなさい、知識の前に英語力なんですよ。それで落とされる例もあります、はい、英語力まず仮にこれが合格しました、はい、じゃあ学科試験もこれですねってことで確認をします、はい、うんうん、でそれでじゃあこの質問します、はい、答えます、はい、じゃあそれって この場合どうなる、はい、こうなるみたいな感じです、はい、試験官と1対1で質疑応答するわけですよ、はい、それで試験官あ知識は学科で合格を もらってるし、はい、で実際に話を聞いてみると、あ、ちゃんとしっかり持ってるなと、知識だけじゃなくて判断力もちゃんとあるんだなって、はい、あとはじゃああなたの技術を見せてね、うん、で実際にフライト出た時の判断力を見せてねっていうところで一緒に飛行機に乗り込むわけですよ、うん、で乗り込んで試験官がそばに座って一言言うのは、今日は私はあなたのパッセンジャーだからって、うん、機長はあなただよって、はい、私はあくまでもあなたの初めてのパッセンジャーだから、はい、嫌なパッセンジャーですよね。すごい試験官って教官ではないので、はい、機長でもないので、はい、機長はあなたですよ、はい、なのであなたがこのフライトに関して責任を持ってやってください、じゃあ飛びましょうって言って、はい、そのパイロットとしてやるべきことの確認があるわけですよ、はい、地上から、はい、フライトする前からフライトする、はい、フライト中全部、はい、それをずっと決められた基準書に基づいて項目を全部チェックしていくんです、はい、でそれでもしですよ、はい、その時点であこれダメじゃんって思ったらその場で言います。うん、飛んでる時でも、はい、あ今の部分って不合格だなって言います。でその時にオプションあげます。このまま続けるって、はい、それとも戻るって、でこういう話はフライト前にするんですね。いや続けたいと思います、はい、あいいですよってことで続けて、はい、続けたところの科目で合格は合格なんですよ、はい、で戻ってきて、はい、飛行機の中で話したように、はい、ここダメだったね、うん、じゃあここを練習してまた再受験してねって、ここだけ受験なんですよ。もう一回全部起き直しじゃないんです。そこだけ、うん、でそうやって2回目後いや同じこと同じ部分同じところをやって、はい、これがもう一回合格 OK だったらはい合格。実は私2000年か2013年までこういった試験官の仕事をしてたので、はい、今こういったお話ができます、うんうん、はい、なのでできるだけ当然試験に合格することが目的です、はい、でも
それだけではなくて、やはりどうやったらいいパイロットになれるのか、安全なパイロットになれるのかっていうことを念頭に置いて、こういった社長訓練をしていますというところで、結局今日もたくさん質問を持ってきたんですけども、結局少ししかできませんでしたね。まあこの続きは含めて、また改めてですね、いろんなところでお話をしていきたいと思います。はい、実はですね、今1月も末なんですけども、2月の後半に大阪と東京でまた我々の留学説明会っていうのを実施する予定です。はい、その時にもお伝えしたいのが、今までの参加者の方々で、良さは分かった、でもお金がないんだよっていう方がたくさんいらっしゃるので、今回は一般の企業が一緒になってやる実社養成パイロット制度っていうのもご紹介したいと思います。自分で働いて、そのお金を持って会社を卒業してパイロットになろうという新しいコースができました。ぜひこのお話もさせていただきたいなと思います。今日はお時間ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。はい、失礼します。